キリミちゃんは株式会社サンリオでデザインされたキャラクターグッズ向けキャラクター群。2013年にキャラクター開発され、同年9月3日から12月1日に実施されたサンリオの投票企画、食べキャラ総選挙空間食われるか真剣勝負。似てエントリーした20キャラクターのうち1位に輝き、2014年2月にメジャーデビューが決定した。 デザイナーはセタニアイ。付き添い人はダイエー・ツバサ。キリミちゃんは厳密にはキャラクター群の総称であり、主人公であるサケのキリミのキャラクターだけを指す場合は、ひらがなでキリミちゃんと表記する。キリミちゃんはサケのキリミをモチーフにしたキャラクターで顔が大きく、顔のパーツや体が左側に寄っている。顔は目と口だけで構成されている。声。 大、A 翼切り身にされた瞬間、美味しく食べてもらいたいという思いで生まれてきた。たくさんの仲間たちと共に今日も食卓に寄り添う、パートナーとして、美味しく食べてもらうのを待っている。お友達のかまぼこちゃんとはとても仲良し。初めて切り身になった日は8月31日だが、この日は野菜の日である。口癖は、ラブ。サーモン。性別は不明、血液型は鮭型。 趣味はゲーム、シャケなるシャケタ G14 シャケラインで遊ぶこと。擬人化の際は、ピンク色を基調とした服装をして、頭部左側で茶色い髪を束ねた、少女風の姿となっている。魚のお友達魚以外のお友達肉協会、その他のキャラクター現在は、ツイッター等で少数登場のキャラクター。DVD 付き CD アルバム、キリミちゃんの歌が、年月日に、 ユニバーサルミュージックより発売。キミキリ、ミマジカルキリミ、キリミの歌。美味しく食べてねえキ。ミキリ、ミマジカルキリミ、キリミの歌。美味しく食べてねえ。いちご新聞の読者投票企画。サンリオキャラクター大賞で、第29回及び、第32回において8位を受賞し、歴代最高である。初戦となる、第29回は同じくこの年初戦で7位の、グデタマと接戦となり、 終盤で逆転を許して8位に終わったが、新人アワードを受賞した。この回は、全100種のキャラクターを A、E グループの5グループに分けて、ファーストステージが行われ、各グループの上位4種、全20種のキャラクターから、ファイナルステージが行われ順位が決定されたため、21位以下が存在しない。キリミちゃんは、グデタマと同じ E グループにノミネートしていた。なお、 この年、いちご新聞に届いた表のみを集計したサンリオキャラクター対象いちご新聞ランキングでは22位にランキングされた。2020年はコロナ関連によるサンリオショップの臨時休業が相次ぎ思うようにサンリオショップ店頭からの投票ができなかったためサンリオキャラクター対象終了後の6月12日から30日にかけてスピンアウト企画の チップで投票リターンズがサンリオショップ各店舗で開催され、サンリオショップの一つのハーモニーランドにおいての結果は、キリミちゃんは29位であった。また、イチゴ新聞オリジナル企画で2016年よりサブキャラコンテストが開催されている。第1回のサブキャラコンテストでは、かまぼこちゃんが5位にランクインされ、第2回のサブキャラコンテストでは、 ナルトちゃんが27位にランクインされ、第3回のサブキャラコンテストでは、ロースちゃんが7位にランクインされた。第4回は、第1回第3回までの上位20、キャラクター同士の決戦コンテストで、かまぼこちゃんが15位、ロースちゃんが45位にランクインされた。仕切り直しとなる、第5回のサブキャラコンテストでは、たくわんわんが25位、かまぼこちゃんが35位にランクインされた。 ありがとうございます。